皆さんこんにちは、こんばんは、マーヒーです。今日ですね、このトーテム術師をちょっとね使っていこうかなというふうに思います。まだね育てる前なんですけれども、なんかパッシブにそのまあ相手のターンでねスキルを使用したりとかすると、トーテムが重なって3つ積み重なってると、味方全体に体力 20% 回復の防御アップの免疫効果を与えるっていうのと、あと、まあ、プラスでねその防御バフ回復もありますし、弱化解除もあるし、しかもまあ免疫もあると。これも3ターンに1回打てるって優秀ですよね。で、通常攻撃もその回復があるということで、まあ、これかなり強くて、やりたいのがこのトーテム術師と、いや言えてない、トーテム術師とあのジャガーとかライカを組み合わせて、まあ、ちょっとその長期戦でこう単体のパワーで勝っていくみたいな感じで、やっていけたらなというふうに思ってます。あとこのマックスのスーパーエンジェモン、こいつも使っていこうかな。デビー、スーパーエンジェモン、おー35レベルやっていきますよ。ちょっと星4のレインボーも足りなかったんで、ちょっと星4レベルマックス育てていきます。さあ、レベルをね上げていきますよと。星5、5選択。とりあえず覚醒しよう。覚醒。うん。どうですか？おー、なんかこれ前回強かったんだよな、敵が出てきて。うん、まあスキルレベルとかも上げちゃおう。先にやれることを先にやっちゃおう。スキルレベル、このねあまたのデビモンをね突っ込んでいきますよ。はい、こうかな。はい、オッケー。スキルレベルはマックス。あ、これで進化できんの？今これで進化できんの？マジで言ってる？これで進化できんの？できるんかい、マジっすか。知らなかった。これで進化できんだ今。へえ。はい、じゃあレベルマックス。はい、レベルマックスになりました。いやもう何やともあれね、何やともあれレベルマックスになった。よし。ちょっとワールドアリーナのルーンつけていきます。まあ、免疫与えるから別に早くてもいいかなとは思うんですけど、まあ、この弱化効果解除も強いしね。まあ、暴走中速ぐらいで組めば強いんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、とりあえず暴走で組んでいこうかなと思います。はい、はい、ちょっと石もね、なんとなく石もつけてって、なんとなく石もつけてみます。なんとなく、ってことで、まあできました。アーリア、まあ全然強くないけど、まあとりあえずこれでジャガーと一緒に組み合わせてって、まあ、ちょっとどんな感じかっていうのをね見ていこうと思います。もう僕速パしかやってこなかったんですよ、ずっと。もう上からドンみたいな。ただもう上からドンできる時代でもないから、ちゃんとねこう一個一個ね、キャラをね勉強していかなきゃいけないなと。もう上から何も関係ねえドンみたいな感じダメですね。ってことで、まあといってもちょっと速度キャラに偏ってるみたいなところあるんで、まあ、とりあえずちょっと上からいきますよ感じぐらいのスタイルからの、まあ、ジャガーとかライカを、お、いいじゃんライカとか強そうじゃん。ほらなんかこう、ほら弱化解除できるから、まあなんかこうね、いいし防御力も上がるし免疫も上がるし、なんかすごくいい気がするんだよね。
さあこいつを入れると、はい。でまあどこバンするかなんだけど、なんだ、なんか防御貫通とか結構これ火力怖いんで、とりあえず火力とりあえず切っときますか。火力切っとけばいける説。まあリーダースキルはまあ全員の防御で曲げときますかね。まあ上は取られるでしょう。さあ剥がされて、さあ剥がされましたと。トーテムが1個溜まってる。トーテム1個溜まった。これトーテム溜まってくんだねやっぱね。あーただスタンしちゃったよ、スタンしちゃった。なんか知んないけど、あのこれバスセットで、まあ、ケージ上げとけばとりあえずいいみたいなところあるよね。なんかこいつ柔らかそうだぞ。どう、あやっつけられる。さあさあさあ、トーテム2個、トーテム2個、やばい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 、なんか2個溜まってる、かわいい。まあ、ここで相手はまあねスキルリセットしてるから、おーっと抵抗してく。さあじゃあちょっとピサマであったりを倒したい。いやでもな、復活するしな。さあ今んところドラゴンナイト結構何もしてないけど、トーテムがどうですか。さあ来た、これでまあまずは弱化解除、弱化解除しましょうかね。これ弱化解除、おお防御バフもついた、弱化解除防御バフもついた。お、これはちょっと落ちないぞ。カチカチのカチカチになってるぞこれは。いやこれで免疫も与えて、えバフがとんでもないことになってる。はい正義、はい、いやバフとんでもないことになってるこれ。はい正義、うん、いやこれは勝ったろね。はい、いやちょっと強いかどうかは分かんないんですけど、まあ、ちょっとこのランクタイムはあるんですけど、まあ、あのこのトーテムの動きちょっとなんかあれ3つ溜まったとこ見てみたいね。トーテムがポンポンポンみたいな。さてさあこれジャガー輝かせることができるかどうかっていうところあるよこれはね。でこのジャガーを輝かせるためにこのアーリアがちょっとなんとかしてほしい。まあ、まずここからのこれでしょ、はい、うん。で、まあ、君まだな、あまだ何もしなくていいね、まあ何もしなくていいよこれね。次のターン頑張ってほしい。いや免疫与えといてよかったか、免疫いっといてよかったか、今の免疫いっといた方がよかったな。まあ今回だからこのジャガー君をもうひたすらに耐えさせてっていう感じだからね。あちょっとパッシュ、ちょっとまあトーテム使いたいのにちょっと待って、スタンしてちゃダメでしょう。スタンしてちゃスタンはダメよ、スタンは。ちょ暴走しろ、暴走してボソッ、まあちょっとなんかよくわかんないことしてくるこいつ、スキル封印、うん、はい。じゃあ全体にデバフ巻いていきますと、うん、おっと攻撃ゲージ減少されてる。ちょっと待って、まあ警戒されてるぞ。あのトーテム君、あまたスタンしてる。ちょっと待ってスタンやめて、本当に俺こいつ見たいのにさ、ちょっとさ見ようというところでさ、これスタン刺されちゃったら意味ないんだからね本当にね。うん、だからもうちょっとスタンしてんだよな、人一倍スタンしてんだよな、ちょっと人一倍スタンがやばい。なんならちょっと待って、味方回復する前にちょっと待って、終わっちゃいそう、やばいぞ。さあジャガー君がまずい、ジャガー君縦割り食らってる。さあちょっと暴走もしないかちょっとまずいぞ。さあちょっとジャガー君頼むぞ。これ、ま、トーテムまで回ってほしい、マジでトーテムまで回ってほしい。トーテムまで回ったら、お前ちょっとスタンすんなって。あ、負けた、ちょっと。
と、あれスタンさ確率どんぐらいなの？もう3回もスタンしたけど、マジで3回もスタンしたけど全然行動できなかった。初手にあれもう免疫張ってない私のもう失態、全てはそこから始まってる。もう初手に免疫張ろう、上取れたら。うん、もうなんかもったいぶっちゃってたけど、うん、なんで使えない、なんで使えないの、マジでなんで使えないの。さあ気を取り直してね、ラストいきます。まあ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 、まあ、ちょっと作ったからにはさ、やっぱさ、これ絶対強いと思うんだよね、絶対強い。しかもこのトーテム3個積み重ねたい、本当に。また同じ人だったから、バンまた同じ可能性がある、バンまた同じ可能性がある。お、使える、よし行くぞ。さあ上は取っていく、上は取っていく。立った、うん、君にちょっと一回抵抗、いいよ。意志が効いてる、意志の抵抗が効いてる、意志の抵抗効いてるよ。護衛、あ、いい、大丈夫、いい、大丈夫。トーテム積み重ねていく、トーテム積み重ねていってるよ。よし、免疫回復弱化解除。お、からのこれいこう、トーテム使っていく。よしよしよし、トーテム使っていく。これで免疫プラス防御バフ、これは脅威だろう。免疫プラス防御バフ、さあ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 、やばいぞやばいぞ、あいついって、あいつ死ぬぞ、やばいぞ、死んだぞ。まあ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 、まあ、ここからだから今宵は。はい、免疫、はーい、いいよ。あ、これ免疫があったから抵抗してるわけだからね、これね、免疫があったから。さあ剣バフ入ってるジャガーの攻撃がもうすぐで来るよ、剣バフ入ってるジャガーの攻撃もうすぐ来るよ。いや、ちょっと先に回復されちゃう、防御バフ回復されちゃうの、ちょっとやだ。ちょっと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 、そういうことじゃないんですよ、そういうことじゃないんですよ。なんか挑発食らってて、なんかあの勝手に攻撃しちゃう、本当にやめていただきたい、挑発攻撃やめていただきたい。よしよしよし、じゃあもうこれまた使うか、いやこれまた使おう、一旦使おう。おー、防御バフも入ってるよ、これで硬いよ、硬いよ。そんじょそこらの攻撃じゃ落ちないよ。はいはい、あ、剥がしてこようとしたけど、まあ、免疫あるんでね、免疫あるんでね、こちらは。あー、再使用像か、うん、ただ、まあ、剣バフもつけてっちゃうから、剣バフつけてっちゃって、さあ通常が痛いぞ。お、いいじゃん、免疫もつけるさあバフモリモリで、バフモリモリ、バフモリモリ、さあ取れない。ちょっと HP がまずいか、ジャガー君大丈夫か。なんかちょっと剣折りとかつかない。さあお相手の行動がすごい大変なことになってます、いっぱい行動してくる。ちょっと私も行動したい。あーお、いやっしゃって、いけくせぎー、おおじおじ微妙にた微妙に落ちなかった、相手のスタンプ、相手のスタンプが。さあ OK です、 OK です。いやもうこれで弱化がよく、僕もうゴリゴリにもう回復入れてって、ミスケ、死なない、死なないいやこれはこれはトーテムで勝てたと言っても過言ではないでしょうか。いやー、ということで、いや気持ちよく終われたんでいいじゃないですか。いや、こんな感じでね、ちょっとね、またね、トーテム今回作りました。うわー、楽しかった、トーテム。はい、アーリアね、
作らさせていただいたんで、またねちょっとまた今度キャラ作ってワールドアリーナ潜りたいと思います。ガチャ配信もね来月またやりたいなというふうに思いますんで、また。